はい、今回は前回の動画、消化の動画やりました。それの、実験の話していきます。まあ唾液の働きを調べる実験、これめっちゃテストに出るから絶対押さえといてほしいねんけど、唾液の働きを調べる。唾液ってどこにあった？口な。何した？でんぷんを分解したの。もうこんなん出てこなあかんねん。オッケー、どうやって覚えねえた？大胆スイッチ出たし、全部出た。オッケー。はい、で、まず、まあ、用意するのはいっぱいあるねんけど、一番簡単なもう2つだけでいく。試験管 A と B があったとするな。 A はでんぷんと唾液を入ってるやつ、 B はでんぷんと水が入ってるやつを用意したとするよ。 OK。 それで A、B を40度のお湯に入れてしばらく放置するっていうのが絶対テストに出ます。問題として出てくるねんな。まあ、4本あったりもするで。 OK。 それでまあとりあえず2本でやってみます。40度のお湯に入れる。なんででしたっけ？40度。40度ってどういう温度？体温と同じでいける。じゃあなんで体温と同じにすんやった？消化酵素がよく働くからね。 OK。 だからなんで40度なんですかって言われたら、消化酵素は、体温に近い温度でよく働くためって答えてください。 OK。 ちなみにここで言う消化酵素、唾液に含まれる消化酵素っていうのはアミラーゼだ。で、次のステップとしてテストで絶対出るのが、ヨウ素液を加えてくる。 A、B 両方にヨウ素液を加える。でちょっと振り返り、ヨウ素液って何するもの？デンプンを確認するものな。デンプンがあるかないか有無を確認するものです。デンプンがあったらどうなんの？青紫色に変わんねんな。 OK。 じゃあ今回 A、B どっちが青紫色に変わるかな？両方？いやいや、両方でんぷん入ってるけど、 A 考えて、唾液が入ってます。唾液はどうすんの？でんぷんを分解すんねん。分解するっていうことは全く違うものにすんねんな。 OK。 前回の動画で言ってるけど、でんぷんは分解されたらブドウ糖になります。 OK。 だから A はもうブドウ糖になってもうてんねん。いける？ってことは A はでんぷんがない。ってことはヨウ素液加えても変化しない。 OK。 色は変わらん、変化なしです。B はでんぷんと水やから、何も起こってないからでんぷんはそのまま。だから B は色が変化する、青紫色になるってことになります。 OK。 で次、これが一番テストで出るかな。ベネジクト液を加えて加熱します。 OK。 ベネジクト液ってなんやねんってなった人、ベネジクト液、ベネジクト溶液とか言われたりするんだけど、ベネジクト液は、糖、まあブドウ糖でもいいけど糖の存在を確認するものやと思って、あるかないかを確認するもので、加熱します。絶対覚えて、重要ね。ベネジクト液は糖を確認する、加熱する。で糖があったら赤褐色の沈殿ができる、これ覚えて。 OK。 ベネジクト液、糖の確認、赤褐色の沈殿、加熱。 OK。 じゃあ AB、 A はでんぷんがどうなんやった？ブドウ糖になるんやろ。OK。 っていうことは反応する、だから赤褐色の沈殿ができます。で B はでんぷんのままやから糖はないです、だからそのまま。 OK。 これが実験です。じゃあ実験から何がわかるんって言ったら、AB 両方ヨウ素液とベネジクト液加えました。で A はヨウ素液加えた結果でんぷんがなかったよね。でベネジクト液加えたら反応したから糖ができたやん。いける？じゃあ何がわかったんって言ったら、唾液の働きっていうのがでんぷんを糖に変えるっていうのがわかるって答えます。 OK。 ブドウ糖って書かずに糖の方がいいかな。ベネジクト液は糖を確認するから。 OK。 でなんで水がおんねんって言ったら、そのでんぷん単体、別に唾液じゃなくても勝手に変わるんじゃないかなって言ってくるやつがおるから、じゃあでんぷん単体も置いてんねんで、ただそれだけな。OK。 対象実験っていうか言うねんけど。 OK。 まあ、これが一番基礎的な実験ですわ。ここからいろいろ増やしたり減らしたり、減らしたりはないか、増やしたりするけど、基本事項を覚えたら大丈夫。ヨウ素液どういう時に使うか、ベネジクト液どうやって使うか、どういう時に使うか、唾液の働きどんなやったかな、これをそもそも覚えてたら大丈夫やと思います。 OK ですか？まとめの音です。
この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録してください。再生リストにいろいろ勉強まとめてるんで、見てね。バイバーイ。